どうも、石川です。はい、これより登録販売者、過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、北関東ブロックの群馬、栃木、茨城の2020年度の問い41から問い50までの過去問の解説を始めていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひお使いいただきたいと思います。それでは、早速始めていきましょう。まずはここは第2章に関するところなので、すごく難しいところが多いです。なので、苦手とされる方もいらっしゃると思うんですけど、ただ、ここはですね、イメージをしていただきながら、押さえていただければ、少しずつ、進むことができますので、ぜひ皆さん頑張っていきましょうね。はい、それでは問い41番。航空及び食堂に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A、唾液はリゾチームを含んでますよ。そうですね、含んでおりますね。そして B は誤りですね。唾液によって航空内は pH、航空内は pH がアルカリ性に保たれているよとありますけど、違いますね。航空内はこちら、中性に保たれておりますので、こちら酸性なのかアルカリ性なのかって引っ掛けてきますから、航空内は中性に保たれることによって、虫歯、鬱色を防ぐ役目があります。はい、それから C は正解、エナメル質、増毛質のところね、このあたり引っ掛かりやすいので気をつけておきましょうね。はい、そして D の食道の上と下にはですね、括約筋というものがありますので、括約筋というのは管状になっていると、管状になっているところをキュッと締めるような役目がありますので、イメージしておいてくださいね。はい。そして、ということで、問い41は3番が正解でした。はい、次、問い42番。膵臓に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A と B は正解ですね。大丈夫でしょうか？膵臓の役割ですね。いいですか？ちょっと簡単に書かせていただきました。膵臓っていうのは、膵液分泌していましたね。それから、ホルモンを分泌しています。そして、膵液の中には、こちら、膵液アミラーゼ、膵リパーゼ、トリプシノーゲン。ありましたね。これ何を分解する酵素でしたっけ？皆さん大丈夫でしょうか？一応書いていきましょうか。アミラーゼは、これは糖質ですよね。これは、デンプンとか。ね、炭水化物の糖をですね、分解する酵素でしたよね。それから、リパーゼは、これは、何でしたっけ？そうですよね。脂質でしたよね。脂質でした。なので、脂質を分解する消化酵素でした。はい、それから、トリプシノーゲンは、ね、これは、トリプシンになることによって、タンパク質を分解する消化酵素でしたよね。はい、なので、このあたり間違いやすいので、しっかりと確認しておきましょうね。はい、そして、ホルモン、インスリン、グルカゴンとかっていうホルモンがあります。ね、などですね、他にも、出てるんですけど、で、試験は出てこないですよ。で、インスリン、グルカゴン。インスリンは、ね、これ、血糖値を、下げるホルモン。グルカゴンは血糖値を上げるホルモンとしてね、この辺も詳しくはあんまり引っ掛けてきません、突っ込んではきませんので、ホルモンね、こんなホルモン出てるんだなというところを押さえておいてください。はい、ということで、そのように A のところはこれ正解ですね。そういったホルモンを血中基準に分泌する内分泌腺とも言っております。そして B、膵液は弱アルカリ性です。あー、これそうですね。そして胃で酸性となった内容物を中和するような役目があります。はい、そして C、膵臓は脂質を消化する酵素は供給していないがね、しています。なので、違いますね。はい、ということで C 誤りなので、2番はごめんなさい、42番は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問い43番です。栄養分の代謝及び貯蔵に関する次の記述について括弧内指摘軸の正しい組み合わせはどれかという問題です。はい、答えはですね、1番が正解となります。1番が正解。小腸で吸収されたブドウ糖はですね、要は私たち食事からですね、ご飯とか、パンとか麺とか食べますよね。そういった炭水化物をね、消化酵素とかで分解していきますと、このブドウ糖というものに変わっていきます。いわゆるグルコースってやつですね。で、そのブドウ糖というのがですね、今度は血液によって、この膵臓に運ばれて、そして膵臓でブドウ糖という形で蓄えるんではなく、ブドウ糖がたくさん集まったようなグリコーゲンと呼ばれるものに変わって蓄えられていきますので、なので問い43は1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問い44番です。
胆汁及び肝臓に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答え、まずは4番が正解となります。4番が正解ですね。はい、まず A ですけど、胆汁に含まれる胆汁酸塩は水溶性ビタミンの吸収を助ける。違いますね。胆汁酸塩は、これは脂質の消化に大きく関係していく物質となります。なので、脂質の消化に関係してくるので、脂溶性ビタミンの吸収にも関係してきます。はい。なので、A は誤り。それから B、腸内に放出された胆汁酸塩の大部分は、大腸で再吸収。これ大腸じゃないんですよ。これ小腸で再吸収されてきますので、誤りです。そして C、アルコールは、胃や小腸で吸収されるか。そうですね。そして、肝臓へと運ばれて、一度酢酸に代謝された後、さらに代謝されてアセトアルデヒドになりますよ、とありますけど、違います。何かというと、アルコール、代謝されていきますと、アセトアルデヒドというものに変わります。これ、ものすごく毒性が強いんですよ。なので、これがですね、要は、頭痛、要は二日酔いですね。それから気持ち悪い吐き気などの症状が出てきますので、二日酔いの症状の原因としてはこのアセトアルデヒド。でも、ずーっと二日酔いがあるわけではなく、そのうちね、二日酔いから冷めていくのはこの酢酸というものに変わっていきますので、なのでここの記述に関しては酢酸とアセトアルデヒドが逆になれば正解となります。なので C は誤りですね。はい、そして今度はアミノ酸が分解された場合に生成する尿素は肝臓によってアンモニアと代謝されますよ。はい、これも違いますね。アミノ酸というのは、代謝されるとアンモニアというものに変わります。これも毒性がすごく強いので、アンモニアをですね、毒性の低い尿素というものに変えて、体の外、要はおしっこのところからさ、体の外に出していきますので、ここも尿素とアンモニアが逆になります。特にこの尿素、ですね。これをよく試験では尿酸として引っ掛けてくることもありますので、このような引っ掛け問題引っ掛からないようにしておいてあげてくださいね。はい、大丈夫でしょうか。ということで問い44は4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問い45番です。大腸に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解でした。A、B 正解、C、S 状結腸に溜まった糞便が下行結腸へ送られてくると、その刺激に反応して便意が起こりますよ、とありますけど、そんなことないですね。下行結腸にはまだ溜まってます。何かというと、直腸に来ると、その刺激が脳の方にね、指令が出されて、それして、排便を流してきますので、これ、下行結腸はまだ溜まってる段階です。なので、これは、直腸に来るとというところになりますので、なので、誤りとなります。それから D ですね。大腸の内壁には、輪っか状のひだがあり、そして絨毛などがありますよというのは、これ大腸ではなく、小腸の記述になりますので、D 誤り。ということで、問い45番は1番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い46番です。血液に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解でした。A、B、C、D 全部違いますね。大変ですね、これ。A、血管の損傷部位では、血小板から放出される酵素によって血液を凝固させる一連の反応が起こり、血小タンパク質の一種であるフィブリンが傷口で重合して繊維状のフィブリノーゲンとありますとありますが、ここフィブリノーゲンとフィブリンは逆になりますので、フィブリノーゲンが繊維状のフィブリンというものに変わっていきますので A は誤りです。はい、それから B、 アルブミンはその多くが免疫反応において違いますね。免疫ときたらグロブリンです。アルブミンは何してるんでしたっけ。そうですね。お薬運搬したりとか、あとは浸透圧の調整をしていたりとか、あとはホルモン運搬したりとか、そういう役目がありますので、このあたりですね、気をつけておきましょう。なので B、誤り。それから C、好中球は白血球の約 5%。そうですね。好中球は白血球の仲間だ。約 5% と少ないが、最も大きく強い食作用。確かに食作用ありますけど、5% もっとあります。ね。そして最も大きいというところでは、これ記述は、単球の記述です。いいでしょうか。単球の記述ですね、これ。好中球の記述ではありませんので、単球の記述なんだな、というところですね。間違えないようにしておいてください。なので C、誤り。それから D、赤血球は銅と結合したタンパク質であるヘモグロビンを含み、そして、
副腎髄質で産生されますよ。なんか、惜しいな、いろいろ。赤血球は銅と結合したタンパク質であるヘモグロビン、これ銅ではなく鉄ですね。鉄と、結合したタンパク質であるヘモグロビンを含み、そして副腎髄質で産生されるようではなく、これは骨髄で、産生されていきます。なので D 誤り。ということで問46は3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問47番です。脾臓及びリンパ系に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。まず A、 リンパ液の流れは主に平滑筋の収縮によるものでありではないですね。これは平滑筋ではなく骨格筋の収縮によるものとなります。なので A は誤り。それから B、 脾臓の主な働きは脾臓内を流れる血液から古くなった白血球をこし取ってとありますけど、白血球ではございません。これは赤血球が正解となります。赤血球であれば正解となります。ね、赤血球を、こし取って処理する。古くなった赤血球が壊されて、そして最終的にビリルビンと呼ばれるものに変わって、そのビリルビンが肝臓のところからですね、胆汁という形でね、捨てられていくんでしたよね。はい。そしてそれが糞便の色のもと、腸内細菌の働きによって糞便の色のもとになりますので、そのあたりのところも関連性しっかりと、つなげといてくださいね。はい。そして C と D は正解なので、こちら問47は5番が正解でした。はい、次行きましょう。問48番です。カッコ何言うべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、腎臓に関するものです。はい、こちら答えは3番が正解ですね。このあたり大丈夫でしょうか？大丈夫ですか？ここはですね。大丈夫ですか？ネフロンのところですよ。子宮体とか、膀胱脳とか、腎小体とかね、このあたり引っかかりますので、もう一度しっかりと確認しておきましょうね。はい。ということで、問48は3番が正解でした。次、問49番です。目に関する次の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。全部誤りですね。まず、A、眼瞼はむくみなど、全身的な体調、不良の症状が現れにくいじゃなくて現れやすくなりますので、むくんできますと目のところ腫れてきたりとかね、そんなこと腫れてくるというかね、こうやぼったくなってきますので、 A は誤りとなります。それから B、 目を使う作業を続けると眼筋の疲労のほか、遠近の終点調節を行っている光彩ではないです。光彩ではなく、これは毛様体でしたね。毛様体というのは、これは水晶体を、こう丸くしたりとか薄くしたりとかする、働いている筋肉の役目をしておりましたので、なのでここは光彩ではなく毛様体であれば正解になります。ちなみに光彩というのは目の中に入ってくる光の量を調節する、役目があったのが光彩でしたね。はい、ということで B 誤り。それから C です。角膜には血管が通っており、防水を介さずに栄養分、酸素が供給されますよ。角膜にもし血管が通っていたら、皆さんのところに血管、今の視界に血管が映ってるかもしれない。なので、ここは血管が通っていません。なので、防水を介して栄養分や酸素が供給されますので、C、誤りです。はい、それから D ですね。D は、これ、色を識別する、というところ。あとは、光の暗い明るいとかをですね、感知する。特にそこでは、ビタミン E ではなく、ビタミン A ですね。ビタミン A が関係してきますので、ここの D は誤り。ということで、問49は5番が正解でした。はい、では最後、問50番です。外皮系に関する問題です。カッコ何入るべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解でした。特に外皮系のところはですね、皮膚のところ、大丈夫でしょうか。表皮、真皮、皮下組織のところですね。今回はここではですね、表皮のところについて、例えば角質層とか、ケラチンとかセラミドとか、そんなところが言葉が出てきますので、もう一度、皆さんの皮膚のことについてもですね、しっかりと確認しておいていただきたいなと思います。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、下の概要欄のところに LINE アットの、アドレス入れておりますので、登録などをしていただきますと、試験情報だったりとか、あとは、質問などもお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。ということで、本日の動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。